皆さんこんにちは、ダイです。現在私は金沢駅鼓門前に来ています。今回この動画はまさかの IR 区間ノンストップ快速愛の風ライナーに乗ってみたということでお届けしていきます。愛の風ライナーは平日朝夕のラッシュ時間帯に金沢泊まり間を結ぶ通勤需要に特化した全車指定の快速列車です。また愛の風ライナー、列車名の通り愛の風富山鉄道の快速列車で、利便性の観点から金沢まで乗り入れているものの IR 区間はノンストップ、しかも全車指定にもかかわらず座席管理は独自のシステムで行っているため、愛の風富山鉄道線内でしか購入できない。つまり金沢始発の列車が設定されているのに金沢で座席指定券が購入できないっていう、なかなか面白い列車になっています。2015年3月、北陸新幹線金沢延伸時に並行在来線として山積化された IR 石川鉄道、愛の風富山鉄道、基本的に線内には各駅に停まる普通列車しか運転されていないんですが、そこを通過運転する珍しい列車になっています。そこで今回は愛の風富山鉄道通勤需要に特化した快速愛の風ライナー、金沢から泊まで乗り通してみようと思います。ということで金沢駅の在来線改札口やってきました。今回使う切符はこちら、北陸お出かけ旅はパスです。珍しくチケットレス乗車券を使っていきます。こちら自動改札を通ることができません。改札係員に提示して入場していくことにしましょう。すいません、旅はパスで、はい、今回乗車する IR 区間ノンストップ全車指定の快速列車っていうのが7番乗り場から17時17分発快速愛の風ライナー1号泊まり行きです。しっかりね、種別のところには愛の風ライナーって出ているんですね。英語表示も対応しています。金沢駅の6、7番乗り場やってきました。乗車する IR 区間ノンストップの快速愛の風ライナー1号は7番乗り場から17時17分発です。現在7番乗り場には16時43分発富山方面普通列車泊まり行きが停車しています。こちらの列車が発車した後17時10分頃回送列車として愛の風ライナー入線してくるわけです。金沢駅の IR 石川鉄道線 JR 七尾線時刻表です。 JR 七尾線は金沢津幡間で IR 石川鉄道線に直通しています。金沢津幡間の IR 石川鉄道線が移動する際は左側だけでなく右側の時刻表も見るといいんですよね。今回は愛の風ライナーに乗車していくということで、左側の津幡、高岡、富山方面時刻表を見ていきます。この金沢から出る IR 石川鉄道線の列車っていうのは全て愛の風富山鉄道に直通します。まあ、中にはその先越後ときめき鉄道に直通するとんでもないロングラン列車もいるわけなんですけどね。で、乗車する愛の風ライナーっていうのが夕方に3本運転されています。17時、18時、20時といった感じですね。金沢から出るのはこの3本、逆に泊まりから来るのはですね、朝と夕方に1本ずつあるといった感じです。それ以外の列車は、まあ、ご覧の通りね、普通と書いてある通り各駅に泊まる列車になっているんですよね。下の方を見ていくと記事欄にですね、愛の風ライナーの停車駅が出ています。ここ金沢を出るとイスルギ、高岡、小杉、富山、滑川、魚津、黒部、入善、泊まりということでね、マジで金沢を出ると IR 区間ノンストップ、次の停車駅は愛の風富山鉄道のイスルギ駅になっています。いやー、愛の風ライナー恐るべし。金沢から愛の風ライナーに乗車する場合、車内でライナー券を購入する必要があるんですが、入線前にねホームで待っていると車掌さんがやってきてライナー券を発売してくれるんですよね。1枚300円、どの区間乗っても300円になっています。めちゃくちゃ破格ですよね。まもなく7番乗り場に17時17分発イスルギ、高岡、富山方面愛の風ライナー1号泊まり行きが到着します。この列車は2両編成です。危ないですから足元の黄色い電池ブロックまで下がってお待ちください。
金沢駅7番乗り場には17時17分発快速愛の風ライナー1号泊まり行きやってきました。こちら愛の風富山鉄道の521系です。愛の風ライナーっていうのは愛の風富山鉄道の列車ということでね、愛の風富山鉄道の車両が絶対に使用されるわけです。 IR 区間なんですが IR 石川鉄道の車両は使わないんですよね。側面表示は JR 西日本と同じ種別列車名が幕式、行き先が3色 LED になっています。しっかりね、愛の風ライナー専用の幕があるんですね。それでは早速愛の風ライナー1号乗車していきましょう。車内保温のためドアは半自動扱いになっています。ドア横の開けるのボタンを押すとこのように扉が開くわけです。また乗車する際、列車とホームの間段差があります。足元には十分気をつけましょう。車内はこんな感じ。普通列車と同じ車両を使っているということで転換クロスシートになっています。ただね、ライナー券があるということでですね、全車指定客席保証があるわけです。座る席は10番 A 席ということで、10番 A 席は進行方向右側のここですね。車内ドア上には3色 LED で案内表示器があります。下の停車駅案内とともに愛の風ライナー1号の停車駅見ていきましょう。金沢を出ると伊鶴木、高岡、小杉、富山、滑川、魚津、黒部、入善、終点、泊まり、本当にね、通過駅ばかりといった感じになっています。17時17分、金沢駅を愛の風ライナー1号発車していきます。とりあえず IR 区間をノンストップで走っていき、次の停車駅は愛の風富山鉄道伊鶴木駅です。進行方向右側には金沢総合車両所運用研修センターがあります。 JR 西日本の特急車両だけでなく IR 石川鉄道の車両っていうのも止まってたりするわけです。またね、 IR 石川鉄道に直通する愛の風富山鉄道の車両っていうのもここで留置されてたりするんですよね。愛の風富山鉄道っていうのは栗原峠を越えていきます。
そのため山間部区間走っていくんですよね。都市電車が現在通過しているのが栗から駅です。 IR 石川鉄道と愛の風富山鉄道の境界駅、ここからね、愛の風富山鉄道区間を列車は走行していきます。現在列車は栗から伊鶴木間にある栗からトンネル通過しています。このトンネルの上にですね、石川県と富山県の県境があってですね、トンネルを抜けた先、現在列車は富山県内を走行しています。またね、同時にね、栗から峠も越えたということで、ここから先は下り勾配を走っていく感じになるわけです。金沢を出てから18分、やってきたのが最初の停車駅、伊鶴木駅です。いやー、マジでね、金沢から IR 区間ノンストップで走って愛の風富山鉄道の区間に入ってきたわけです。金沢伊鶴木間をノンストップで走ってきたわけなんですが、こっから先の愛の風富山鉄道線内にも通過駅があります。17時35分、伊鶴木駅を愛の風ライナー1号車していきます。から愛の風富山鉄道線に入ったわけなんですが、 IR 石川鉄道と同じく2015年北陸新幹線金沢延伸時に山積化された区間になっています。元特急街道の北陸本線ということで、線形線路状態が良く、駅間も長い上に愛の風ライナー途中通過駅もあるということで、結構なスピードでかっ飛ばしていきます。列車は現在六岡駅通過しています。愛の風富山鉄道線内で通過運転が見られるっていうのは愛の風ライナーならではの光景なんですよね。普段は各駅止まる普通列車しか運転されていませんから。高岡駅構内で新高岡方面から来た JR 城花線と合流します。金沢を出てから29分、やってきたのが高岡駅です。この高岡駅は富山方面への折り返し列車が多数設定されています。金沢からね、伊鶴木、高岡の順に止まってきて、しかもここから先も通過駅のある愛の風ライナー、特にね、この高岡駅で緩急接続することはないんですよね。17時47分、高岡駅を愛の風ライナー1号発車していきます。高岡発車後すぐに氷見線と分岐していきます。高岡駅で接続する JR 城花線も氷見線も今後愛の風富山鉄道線に編入されるっていう話が今進んでいますね。北陸本線はその昔、寝台特急をはじめ長編成の列車が多数運転されていました。そのため北陸線時代からある駅っていうのはホームがめちゃくちゃ長いんですよね。富山到着前に高山本線と合流します。金沢を出てから45分、やってきたのが富山駅です。この富山駅では乗務員交代のため2分ほど停車時間があります。またこの富山駅では金沢を17分先に発車した普通列車の泊まり行きと対面接続を行います。まさかのね、先行列車をこの富山駅で追い抜くんですよね。これも愛の風ライナーならではの光景になっています。18時4分、富山駅を愛の風ライナー1号発車していきます。
富山から先も終点泊まりまで愛の風ライナーは快速運転していくわけです。富山発車後すぐに富山地方鉄道線とお別れしていきます。富山地方鉄道線と合流します。ここから先しばらくね、愛の風富山鉄道っていうのは富山地方鉄道線との並走区間走行していくわけです。滑川魚津間で富山地鉄がね、下を通る形で立体交差します。ここからはですね、富山地鉄が左側を走行していくんですよね。魚津発車後しばらく並走した後、富山地鉄をお別れします。結構長いことね、愛の風富山鉄道と富山地鉄ってのは並走区間を繰り広げるんですよね。金沢を出てから1時間11分やってきたのが黒部駅です。この黒部駅、2面3線で対比可能な駅構造なんですが、愛の風ライナー富山で接続した列車に乗り継ぐことになります。環球接続っていうのはこの駅では行わないんですね。18時28分黒部駅を愛の風ライナー1号発車していきます。黒部発車後すぐに先ほど分岐した富山地方鉄道と立体交差します。列車が現在通過しているのが西入善駅です。愛の風ライナー最後の通過駅ですね。金沢を出てから1時間25分やってきたのが終着駅の泊まりです。乗ってきた521系は折り返し18時48分発愛の風富山鉄道線快速愛の風ライナー4号金沢行きとして運転します。まさかの IR 区間ノンストップ快速愛の風ライナーに乗ってみた動画いかがだったでしょうか。2015年3月北陸新幹線金沢延伸時に山積化された IR 石川鉄道愛の風富山鉄道では基本的に各駅に止まる普通列車しか運転されていないんですが、朝夕のラッシュ時間帯、通勤需要に特化した全車指定の快速列車愛の風ライナーが運転されています。普段は各駅に止まる区間を通過運転楽しめる珍しい列車です。平日朝夕と少々乗りづらい列車ではあるんですが、興味がある方はぜひ一度愛の風ライナー乗ってみてはいかがでしょうか。ではこの動画はここでおしまいとなります。ご視聴ありがとうございました。